と破ってます、はい、11対2って一見この一方的に見えるんですけれどもね、しかし割合時間かかりました、バンキングです。弾んで元に戻ってきて自分たちの前のラインのところに近い方が先行を取るわけであります。レイスの勝ちですね、はい、鎌田さん、これはやっぱり先行を取った方が有利でしょうか。あ、有利ですね。もうこの人たちのレベルになりますと、はい、ほとんどブレイクして自分でそのままノーミスでナインボールまで取り切ってしまうというパターンが非常に多いですから。あ、そうですか、それを何回も続ける場合もありますからね。あ、そうですか、ブレイクして9番まで自分で取ることをマス割りというんですが、マス割りを何連発も出すということがあります。さて、レイエス選手の先行です。サイドとコーナーとこういうふうに6つのポケットがあります。まず最初のブレークショットでパッと見たときで鎌田さん、もう何番と何番が入ったってのは分かりますか。色が球によって違いますので、そうですね、これしかし緑の羅車の上にですね、これだけのカラフルなボールが並んでですね、非常に見た目に綺麗ですけども、そうですね、見た目にも非常に綺麗なゲームだと思います、はい、手玉で、今これは今のは、はい、シュートアウトというルールを使っています。非常に難しかったんですね。そうするとそうです、なかなか打てないもんですから、ちょっと自分のこの手玉を動かしただけで、相手に権利を譲るわけですね。そうです。この状態で奥村選手の方はパスしてもいいんですが、はい、自分で行きますね、はい、まずこれ2番のボールですね、はい、2番を打ちまして、セーフティーですね。あ、なるほど、セーフ、あ、いいセーフティーが残りましたでしょうか。非常にいいセーフティー、はい、ポケットにボールを入れなければならないんですけれども、どうしてもこの入れにくい時にはこういうふうに相手に打ちにくいポジションにボールを持っていくわけですね。そうですね、これをセーフティーと言っております。当たりました、はい、カラクッションでのセーフティー返しですね。そうなんですね、この辺りは本当にうまくボールを配置します。どうやってこれ行きますかね。非常に難しいんじゃないでしょうか。この位置はこれも見えてませんから、はい、当てるとしたら今画面下にあるクッションに手玉を当てて、はいはい、少し手玉の左側をついて、左ひねりというのをかけて、はい、あ、2クッションですね。あ、2クッション狙いますか、はい、タンクッション、超クッションと立って2番のボールが紺色当たりました。ポケットに入りません。3番が赤で4番が紫と、まあ、このナインボール実際にやってらっしゃる方は、そういうことはよくご存知だと思いますけれども、あらかじめ、言っておきますと、4番が紫、5番がオレンジ色になります。さて、この2番を打ちましてうまくポケットに入りました。今のバンクショットですね。はい、バンクショットと言いますと弾ませるわけですね。一つ、そうですね、ポケットに直接入れないで、はい、一度クッションに当ててから入れるショットです。はい、3番が赤、4番が紫、5番がオレンジ、6番が深緑、7番が小豆色、8番黒、今3番ボールを入れました。次今4ボール
を入れるんですが、4ボールを入れた後5ボールに対して手玉を運ぶためのことを考えています。あ、つまりこの 4番目のボールを打つことはポケットに入れることは簡単なんでしょうか。簡単なんですけど、その後のことを考えなきゃいけないわけですね。5番の位置が非常に他のために接近してますので、はい、難しいところですね。オレンジ色が5番です。この帯になっておりますのが9番のボールです。少し下をついて、はい、手玉をコントロールして、はい、ここに持ってきました。はい、この手玉がポケットに入ってしまってはスクラッチということになりました。相手ボールになってフリーボールですから非常に、不利になりますので、ここのところでピタッと止めました。今のは手玉をまず5番に当てて、はい、それから手玉が9番に当たって、はい、9番がコーナーに入ったと。なるほど、絶妙に入りました。9番が先に入れたので、まずレイアス選手が1点先行です。エフレン・レイエス選手は37歳で1970年から90年の間に35回のビッグトーナメントに優勝しております。ブレイクいいですね。このブレイクというのは鎌田さん、はい、意識的にこういうふうに球が散らばるようにできるものなんですか。だいたい狙えるのは一番前にセットされている一番ボール、ワンボールだけですね。あとの球がどう走るコースは分かるんですが、途中でいろいろな球に当たりますので、はあ、ただ割れる広がり方と、はい、ブレイクした後の手玉をどこに止めるか、はい、これだけに専念します。はい、手玉がテーブルの中央付近に止まっていると非常に次のプレーがやりやすいので、はい、今座り、つまり1番から9番まで自分で取ってしまう、はい、可能性が非常に高くなります。手玉は中央に近い方がいいんですね。そうです、バンクショットです。はい、素晴らしいですね。今日観客は若い人がだいぶ多いんですけれども、やっぱり若い人にもこのナインボールはだいぶ浸透しているようですね。もう非常に多いですね。若い方でこれが好きでたまらないという方が。続いて2番、軽く打ちまして、これも入りました。薄くカットして2番もコーナーポケットに入れました。はい、マス割りやりそうですね。ああ、そうです。もうこの段階でマス割りできますか。ええ、奥村選手の方ちょっとっていう顔してますね。そうですか、ええ、3番もこれも簡単に入ります。はい、4番を入れながら、はい、オレンジの5番に、はい、ちょっとパツンという付き方をすると思います。横に流して、でこの手玉のポジションは、はい、なかなかいいところについてるわけですね。非常にいいです、はい、いい角度で残っていて入れやすくて、しかも次の球に出しやすい位置です。これも入りました。さあ、あとはこの球からナインボールへ手玉をうまくコントロールすることで、はい、これは緑ですから6番になりますね。そうです、6番9番が残ってるわけですが、これは入れて、そしてどうでしょう、いい位置じゃないですか。最高ですね。2対0です。11点先に取った方が勝ちです。鎌田さん、この選手によってはですね、スロースターターの人もいるでしょうし、はい、さっき負けたストリックランドなどもですね、なかなかその、自分のペースになるのが遅かったような感じがありますけれども、いろいろ特徴があるようですね。そうですね、どちらかというと奥村選手の方はスロースターターですね。ああ、そうですか、ストリックランドがこの前の準決勝で、レイエスに敗れております。
ストリックランドが世界選手権4回優勝、全米ランキング1位になったのが5回あるというね、はい、今度も優勝候補の筆頭だったんですがね、筆頭でしたね、現在人気実力ともこのレイエスと並んで世界で、はい、ナンバーワンと言ってもいい人だと思いますが、はい、外に出てしまいました、ね、ちょっと強すぎました。レイエス選手もこういうことがあるんですね、回ってきましたね、ただ今球がたくさん入ってますから、はい、ファールで入ってますので全部テーブル上に戻します、はい、最初ラック最初のセットをしていた位置から、まっすぐにくっつけて並べておくんですが、はい、そこが要するにトラブルということになりますね。球が散らばってるとスススッと取り切れるんですけれども、はい、縦に一列じゃなかなかこれ狙いにくいでしょうね、しかも最初に、ね、当てなければいけない1番が一番前にありますから、はい、1番をどこかに入れることはこの配置では不可能です。不可能。そうするとどういう手が考えられますか。セーフティーですね。あ、飛び出していますので、飛び出しファウルは手玉フリーボールとなります、はい、ブレイクでの飛び出しファウルは、はい、したがってフリーボールでどこから打ってもいいわけなんですね。そうです。しかしこういうふうに固まりますとね、なかなか難しいんじゃないかと思います。奥村選手考えております。この決勝戦の場合には1分ルールっていうのは適用されるんでしょうか、久保田さん。決勝戦には適用していません、はい、十分に考えて、思う存分考えて、これなかなかね、どういうふうに打つか。スリーファールルールというのがありまして、はい、1人のプレイヤーが3回続けてファールをすると、そのゲームを失うと、はい、相手に1点取られるというルールがあるんですよ、はい、で現在レイエスの方は1ファールです、はい、ここで奥村選手の方が、セーフティーをして、はい、レイエスがそのセーフティーに対してセーフを取れない場合、2ファールになりますね。そして多分3ファールを狙いに行くようなことをするんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうか。ちょっと散らばってしまいましたね、全身回転を手玉に与えて、これ鎌田さん、この手玉のどこを狙って、それからそのこれから当たるボールのまたどの部分をその回転で狙うかというのが、その見せどころになるわけでしょうね。そうですね。入れるために当てる厚みと、はい、手玉を動かすための手玉を作る点、動点というんですが、はい、この2つに気をつけなくてはいけないわけです、はい、2番どこでしょう。お、うん、外しました。外しましたね。あ、外しました。さあ奥村選手登場です。この表情からするとしまったっていうような感じですね、そうですね、彼はいつもミスった時にはああいうふうに笑顔を浮かべて、はい、なんとか気持ちを作ってるんでしょうね。あ、来ましたね、はい、いい球が。準決勝に残ったただ一人の日本人選手の奥村武選手ですけれども、決勝戦に進出。フィリピンというのはビリヤードの人口は多いんでしょうかね。フィリピンは多いです。あ、非常に盛んな国ですね。そうですか。フィリピンはアメリカの文化が入ってますから、はい、ポケットビリヤードも盛んです。そうですか。ツーボールをサイドポケットに入れて逆ひねりという。大丈夫か。あ、このスクラッチをしてしまってはいけませんが、さて今度は3番の赤いボール、はい、ちょっとポジションミスですね。そうですか、はい、もう少し3番に近づけたかったんですが、はは、危なかったですね、今スクラッチになるかと思いました、ちょっといやらしい球ですね。これうまく入れました。うん、危ない。あ、スクラッチしましたね。スクラッチです。自分のその手玉がポケットに入ってしまってはいけないんで、はい、そうするとこれはその落ちたボールを拾ってフットスポットに置く、そして白いボール手玉はどこから打ってもいいってことになるわけですね。そうです。これはレイエス選手の有利な展開になります。まず3番入れましたね。
現在2対0とフィリピンのレイエス選手がリードしております。4番をコーナーに入れて、はい、5番がサイドポケットの前にあるオレンジのボールです。はい、5番をサイドポケットに入れて、小さく非常に弱くスローでつ、スローでつきました、ええ、どんな心境でしょうね。奥村選手はここまでまだ点が 入っておりません。海鳥6番ん、お、これ失敗、またこれしまったって表情ですか。しまったと言って頭変えてますけど、ええ、天が助けてますね。あ、これはしかしこういうそのところがそのナインボールの面白いところでですね、会場にポンポンと行ってもボールの数が少なくなっていい展開で相手に渡してしまうということがあるわけですから。そうですね、ですから1番から8番まで取っても9番を外してしまえば何にもならないと。そうですね、そういうことになりますね、はい、残るボールはあと4つ。なんとか早く1点取ってリラックスしてもらいたいです、はい、そうですね。難しい感じです。6番を入れても7番へのポジションの取り方が、あースクラッチ、どうも少し右をひねって、はい、少しひねりが足りなかったんですね。非常にいいところだったんですけども、これでスクラッチ2回ですか。そうですね、これはもう取られちゃいますね。あ、そうですか、ちょっとまっすぐに近くなってますけど、はい、ある程度の振りがあった方がいいんですよね、はい、あ、そうですか、入れるのも優しくて、はい、次の球にも出しやすくなるんです。まっすぐの球にしてしまうと手玉のコントロールが限定されてくるんですよ、はいはい、無事ナインボールまで来ました、はい、まっすぐですね。まっすぐ、これは簡単なんでしょうね。これは簡単です、はい、これで3点目が入りました。3対0とエフレン・レイエス選手がリードしております。ちょっとミスがありまして、奥村選手、いくらスロースターターとは言いながらですね、ここまでのところ1点でも返しておきたかったところですが、そうですね、レイエス選手にやられてますね、3対0と2対1では点差で言えば3倍になりますから、ね、あ、なるほど。でもまあ11点先取りですから、はい、まだまだ序盤です、はい、このラックも非常に慎重になりますね。そうなんですね、あの選手によってはね、はい、これまた上から覗き込みに来る、ストリックランド選手のようにね、ちょっとでも隙があっちゃいけないんでしょ、隙があると割れ方がだいぶ弱くなりますから。入ってませんね。入ってません、はい、したがってこれから奥村選手、奥村選手のこれから打ちますが、つきますが、ボールの位置としてはどうでしょう。そうですね、1番自体は非常に入れやすいんですが、はい、1番2ボールが、はい、1番この左の手前にあるのが1番でしょうか、右ですか、右の、はい、右の下のコーナーですね、右のコーナーが1番、黄色いボールです、はい、黄色いボール、左の下にありますのが9番ですね。そうですね、白に黄色の帯が入ってるんですけども、はい、1番を入れるのは簡単ですか、この時点で1番から9番までの取り方を全て考えてます、うん、あ、そうですか、そんな先読むんですか、読みます。さあ、この跳ね返ったところどこに行くかが問題ですが、いいとこ来てるような感じですが、どうでしょう、はい、隣がすぐ2番、どうですかこの位置は、これはそうするとこれはどういうふうに入れますかね。コーナーに入れるわけですか。いや、これは入れに行かないでセーフティーに行くかもしれませんね。そうですか、ええ、相手に打ちにくい、つきにくいボールを残すというのがセーフティーですが、
どうでしょうかね。この2番ボール入れに行ってるの、入れに行ってますか、入れに行きましたね、行きましたがダメですかね、少し薄く当たってしまいました。手前に来ましたけども入りません。これで相手に権利が移ってしまいまして、エフレン・レイエス選手登場です。レイエス選手とそれから準決勝にはロサリオ選手と残ったわけですからね、フィリピンは。そうですね、フィリピンは強いですね。はい、でストリックランド選手、アメリカの選手が負けてしまいました。その相手がこのレイエス選手でした。大接戦でしたけどね、いいゲームでした、あれは。はい、うまく入れました。ダブル入れたよ。ああいういいゲームをやると調子が出てきますよね。うーん、レイエスかなり状態がいいですね。ちょっと今のはポジションミスですけども、はい、ですからこれ考えてますよね、だいぶ、はい、奥村選手に比べてこのレイエス選手は突き方は割合に考えが短い時間で、はい、割合に早いテンポで打ちます、はい、そうですね、先ほども鎌田さんから紹介がありましたように、非常にこのナチュラルな感じの柔らかい使い方をするわけですね、独特ですね、このストロークは。なるほど、ははセーフティーですか。セーフティーですね。どうです、この位置はちょっと打ちにくいんじゃないですか、まず手玉の方から見て3番が全然見えてませんね、はい、直接当てることは不可能ですから、どういうふうにいきますかね。3番赤い球、どこかのクッションに手玉を当てて跳ね返らせて当てるんですが、いくつかのパターンがありますね、当てた後また渋い球を残すためにはどのクッションから当てればいいかいろいろ考えてるんです。ここは大事ですよ、ここでイージーな球を残してそのまま点数を取られるようなことがありますと、ドドドッとレイエスの方が気持ちが楽になりますからね。4対0と開きますとね、相当気持ちにゆとりが出てくると思いますね、レイエス選手は、4点のビハインドはちょっときついですね。きついでしょうね、出ました、セーフですね。セーフでこの後どういう配置になるかですが、うまく残しました。これ隠れてます。とりあえずレイエスの方は入れに行くことはできませんね。3番に当てて穴前の球を入れますね。狙って失敗してるな。失敗しましたね、はい、そうするとちょっと奥村選手に有利な展開になってきませんでしょうか。はい、球も適度に散らかりまして、はい、3番も非常に楽な配置です、はい、ここからですと自分の手玉のコントロールで、はい、順番に取っていけると思います。少し下をついて引き玉で、はい、手玉を返してきました、はい、左下のポケットの中にあるのが4番ですね、はい、次のオレンジが5番です。このテーブルの上に乗りかかるようにして両足をこれ離すことはできないわけですけれどもね、はい、片足ですとセーフですね。です。ここまで3回連続成功しております。続いて6番、少し手前に出して、はい、あ
7番、8番、9番、はい、うん、大丈夫です。そうするとここで点が入る可能性はありますでしょうかね。もう大丈夫だと思います。あずき7番、そして黒8番、それでも考えますね。少しあれですね、もう少し8番に対してまっすぐに近い位置にしたかったですね。あーはー、手玉を大きく回して、はい、ナインボールをサイドに入れるところにコントロールして持ってきました。はい、あー、ここはいい位置ですね、はい、少し危なかったですね。初めての得点を入れました奥村武史、3対1、1点取れましたから、はい、でブレイクできますからね、はい、そのブレイクというのが非常に、力をこう発散できますからね、ブレイクしてだんだんリラックスしていくことができるんですよ、はい、これで9番がいきなり入りますとブレイクエースになるんですが、1番がサイドボック、9番も入りそうでしたね今、惜しいこと、今左下の方に黄色い球ですが、はいはい、これ9は自分の席に何本持ってきてもいいんだそうですが、はい、この最初のブレイクショットの時の9と、はい、次のショットの時の9と変えますね皆さん、ブレイク用とプレー用と最低2本は持ってます、はい、でチョークでタップのところを滑り止めですね、滑り止め、はい、これしかし本当に微妙なスポーツなんですよね。湿度などによっても弾み方が違ってくるそうですしね、はい、また観客がたくさん入ってくると気温が上がったり湿度が変化して、やや弾み方に問題が出てくるっていうこともあるらしいですね、そうですね。3対1とレイエスリード、リードされている奥村武史、一旦つきそうにしていてとどまりましたが、非常に慎重なプレイヤーですから、ね、あ、少しポケットの周りを囲っているゴムが球に当たって滑りにくくなるんですよ、はい、そこであそこにタオルを置いて滑りやすくしましたね。もう相手には絶対につかせないつもりでプレーしてますからね。あ、ツーボール、はい、どうでしょう、カットに行ったんですが、入りませんでした、レイエス選手登場です、うん、やはりこの表情に出ますね、ちょっとまだ自分の思うようなプレーができてないですね。あ、これ2番を入れることは割合簡単じゃないかと思いますが、はい、その後3番の赤をどういうふうにいきますかね。そうですね、これは上を下をついて引き玉で持ってきますね、はい、あ、帰ってきました。これは引きすぎです、完全に。あ、スクラッチ、はい、スクラッチしました。レイエス選手スクラッチ初めてじゃないですか今日は。うん、そうです ね、ちょっと球を突っ込みすぎましたね。うん、さてフリーボールになってどこからでも打てると、はい、はい、レイエス選手はしまったと思ってるでしょうし、ね、奥村選手はよしチャンスというところですね、はい、ツーボールを入れて、はい、少し引いて、はい、スリーボールに対してのポジションですが、ですがね、どうでしょうか、これその奥にまた重なってますね、うん、これ何番ですかね、7番ですか、大丈夫ですね、大丈夫ですか、問題ありません、うん、うまく入れた、うん、次は紫の4番入れて、はい、オレンジの5番、
多分あの辺にストップ4番入ってオレンジの5番と、はい、それから緑の6番と小豆色7番残ってるわけですね、はい、9番あります。これはもうイージーな配置です、はい、少し引きますね、はい、オレンジの5番を入れて、いやその通り引きました。で6番の緑が残っております。いいですね、はい、いいところに行って、あとは7番を入れて、はい、頭をその位置に止まるようにストップショットで行くと思いますよ。少し前出しますね、はい、もういいんでしょうね、この位置は全く問題ない、はい、最高の位置です、はい、入りますと1点差になります、はいはい、それで3対2です。今のレイエスのスクラッチは、はい、非常に大きかったですね。そうですね、奥村選手これで気が楽になったと思いますよ、はい、その後7回連続つきましたから、はい、綺麗に決めました。比較的楽な配置の球でしたので、はい、まあ、肩慣らしにはちょうど良かったような。あ、肩慣らしですか、だいぶこれで調子が出てきますかね、この奥村選手はね、時々こうやって腕回すんですがね、あのあたり痛くなってるんでしょうか、あるいは自分をこう励ますために、うん、ああいうジェスチャーがあるのか、うん、あの一昨日の試合からこういうシーンが見られるんですがね、はい、いつもお会いして右の拳に息を引き込んで気合を入れますね、はい、いろいろ選手には癖があるようですね。入りました。ツーボールかな。ツーボールですかね。この位置はどうですかね。一番考えてます、はい、ちょっとね、はい、ナインボールとエイトボールですかね、セックス、あ、ワンボールの次がスリーボールで、その次の4、9と、はい、ちょっと込み入った形ですね、あそこをどうさばくか、手玉をどうコントロールしていくか、これワンボールは入れるのは、いや、そう、難しいですよ。難しいですか、これ、はい、あ、いろいろ、これ何でしょうか、これ角度を測ってるんでしょうか、角度を見てます、はい、非常に薄く当てなければ入りませんね、はい、あ、しかも次の3番に対しての手玉の動かし方も難しいですね。これは入りました。この位置はどうですか、いいですね、はい、これから今度は3番を狙うわけですね、うん、赤い球少し遠いですけれども、はい、振りというか1番と3番の角度としては、はい、いいところです。そうですか、はい、3番を入れることがここで、ここからだと簡単です、はい、3番の次は4番手前に残っているのが4番ですかね、4番と9番がくっついた形でありますね。はあ、あそこをどうするかが問題ですね、うん、考えられるのは3番を入れて手玉を引いて、はい、4、9を壊しに行くか、壊しに行くか、あるいは壊すことを諦めて4番をセーフティーにするために手玉を止めておくか、うん、あるいはですね、いろいろできますけどもね、はあ、まずこの赤い3番をポケットに入れることです。
んか決勝戦になりますと鎌田さんちょっと、はい、考える時間が長いようですね。慎重になりますね。そうですね。綺麗に入れました、はい。ちょっと違いましたね。そうですか、あの手玉の位置がですか、どの辺にあったらよかったんでしょうか。止めたかったんじゃないですか。あ、そうですか、そのピタッと3番に当たった位置ぐらいに止めるか、はいはい、少し横に流れすぎました。あ、ちょっとこの位置からだと考えていたようなセーフティープレーができないみたいですね。うん、真ん中の4番、はい、紫、4番もナイス、いいセーフティーですか。はい、非常にいいセーフティーです。4番を隠しました。隠し2つのボールで隠してしまいましたね、はい。さあレイエスはどういうふうにいくか。これはワンクッションで当てると思いますが、はい、ただ当てるだけなら簡単なんですけども、当たった後にまた難しい球になるように当てなくちゃいけないと、はい、レイエスもそうするとセーフティーを考えてるわけでしょうか、クッション非常にうまいですよ、これ、はい、これうまいんじゃないですか。あ、最高ですね。はは、あ、出ましたね。これ見えてますか。4番も来て見えてますね、はい、4番入れられます。4番は入れられます。そしてオレンジの5番もちょっと渋い顔してますね、見えてるか見えてないかギリギリのところですね。あ、そうですか。見えてるっていうのはつまりその手玉から、ボールが隠れてないと、いうことですね。入れるために当てるだけの部分が見えているということです、はい。この配置ですと4番を入れるためには、手玉を4番の左の方に当てるわけですね、はい、左半分の方あたりに、非常に精密に当てなくてはいけないんですが、ははそれがちょっと5番がかぶってるかなっていう顔をしてますね。うん、5番のオレンジが邪魔してますかね、でも少しひねりを効かせて、はい、少しテクニックですが、はい、入れると思いますね。これはなんとかできるでしょう。入りました、はい、ちょっとくっつきませんか。本当は5番に手玉を当てないで、ええ、もう少しこっちへスッと流して、はい、行きたかったんですが、これはセーフティー考えますでしょうか。セーフティーですね、はい、5番に薄く当てて、はい、5番をその辺に止めておいて手玉を8番の影に隠れるようにナイスです。これはちょっとつきにくいところになりましたよ、レイエスにとっては。これでとりあえず、5番を入れることはできないと思います、はい、そうするとレイエスをまたセーフティー考えるんでしょうか。そうですね、この辺はしのぎ合いですね、いい球を渡してしまったらもう相手が取り切ってしまうと、ということで我慢のしどころですね、そうですね、いろいろ考えてますね、レイエスも。この手玉が見えてるんですね。見えてますかね、つきますか。直接当てに行ってるから5番、サイドポケットに入れようとしたんですか、入れようとしましたけど入りません。さあこれはやや奥村選手にも目が出てきたんじゃないでしょうか、これは簡単な配置になりました、はい。
ここで取ると追いつけますね。はい、レイエス1点リード、3対2です。奥村このまま突きっぱなしていきますと3対3の同点になるわけですが、5番入りました。続いて緑の6番、これも入りました。であとまっすぐ打てば7番の小豆色に当たるわけですね、はい、セブンに当たる。そしてで真ん中に残ってるのはこれは 8番ですね、黒の8、はい、8番。あとは何かスイスイといきそうな感じがするんですがね、7番から8番に対しての手玉のコントロールですね。コントロール、はい、あと少し引きが弱かったかな。弱かったですか、8番をサイドポケットに入れて、はい、向こう側のサイドポケットに入れて、それで真ん中辺に手玉を、真ん中よりももう少しあの向こう側ですかね。いやもう真ん中まで切れば、そうですか、取れば十分です。はい、いった、強いかな、大丈夫かな。これはいい位置ですね、はい、この9番を入れて3対3の同点になりました。最初の1点2点3点というのは奥村選手のミスもありましてレイエス選手が取ったんですけれども、その後4ゲーム目5ゲーム目6ゲーム目と奥村選手が返しまして3対3の同点です。まあ調子本来のプレーではないですが、はい、なんとか点数をものにして、はい、ゲームを振り出しに戻しましたね。そうですね、はい、今奥村選手ラックに注文つけてましたね、その注文はどういうこと、位置が違うっていうんでしょうか、もう少し隙間があるっていうんでしょうか、そういうことだと思います。隙間がある、たったでも本当に上から覗き込んでわずかにあるかどうかっていうところも確かめるんですよね、レベルが上がれば上がるほどこのブレークが勝敗の行方を大きく左右するようになるんですよ、はい、エースを取りたいところですが ね、なかなかそう簡単にはいかないと思いますけれども、はい、やはりプレイヤーは考えてるんでしょ、なんとかブレイクショットでエースを取りたいと、考えてますよ、ワンボール入りましたね、はい、ワンボールが入りました、1番が入りました、これがそうです。さて2番の位置はどこになりますか、この左サイドやや手前のところっていう感じでしょうか、この球のポジションとしてはどうでしょうか、適度に散らかってて悪くないんですが ね、手玉がクッションの近くに止まってますね、はい、ブレークの後なんですが、これで少しつきにくいということが問題ですね。ああそうですか、クッションにちょっと災いされますか。これで2番をうまく入れて3番にうまく出せれば、はい、あとは問題ないです。そうですか、スッといける。そうするとこれとこの次ですね、問題は。ああやりました、失敗です。やっぱり手玉がクッションの近くにあるということで、はい、球を立ててつくようなショットになりますから、はい、ちょっとコントロールつけにくくなりますかね、
はもうそっと取られちゃいますね、はい、そうですか、はい、日本プロポケットビリヤード連盟の理事長の鎌田勝さんの解説でお送りしているわけですが、もうこの段階でもうこのゲームはダメだっていう、日本は不利だっていうことがすぐ分かるわけですね。ねえ、残念ですけど分かってしまいます。そうですか、ええ、と考える時間がありました。あ、5番9番のコンビに出しましたね。あ、手玉を5番に当てて5番を9番に当てて9番を入れるつもりです、はい、なるほど、それで点数になります、はい、後の球はつかなくてもいいわけで、あっとこれが失敗、それも行くか、それはやめて鎌田さんから思わず声が出ましたが、その声が届いたんでしょうが、止まってしまいました9番のボール。はあ、そうですか、そういう鎌田さんの思惑の通りですね、今コンビネーション狙ったわけですね、ええ、やはりコンビネーションは簡単そうに見えても難しいですね、はあ、これ今縦に重なってたわけですから、ええ、そのまますんなりいくのかと思ったんですがね、まっすぐまっすぐ当てればいいように見えて簡単そうなんですけども、ええ、ちょっとでもずれると入りませんか、はい、5番6番7番8番が残っております。今度は緑の6番、これはコーナーを狙います。少し強かったです。強く行き過ぎましたか。そうするとこの7番を取るためには7番ボールの右を狙うわけですか。そうですね、右側のある一点に当てなくては入りません、はいはい、うまく入りました、ナイスショット。さあこうなりますと割合にあとはどうでしょうか。簡単のように見えますが、鎌田さん、これはもう問題ないです、はい、8番うっとぶつかりながら入りました。うーん、やられたかなっていう顔してますね、レイエスは。取りました、とうとう逆転してリードです。4対3、初めの3点まではレイエスがポンポンと取りましたけども、奥村選手のミスもあって、はい、その後4ゲーム目からはですね、奥村選手が、ずっと相手に渡しません、はい、これで今、9番をついたところで4対3と、初めてこれ奥村選手リードしたわけですね。そうですね、どうやらこのマスから1分ルールが適用されるようですね、はい、あ、そうですか、はいはい、大会コミュニティの方の判断で1分ルールが適用になります、はい、全てのプレーを1分以内に置かなくてはいけないということです、はいはい、今日はレフェリーは松崎司さんですが、はい、45秒のところでまたコールがあるんだそうですね。そうです、ん、入らないか。入りませんね、一つも入りませんでした、はい、ナインボールも入りそうになったんですけど、ね、コーナーポケットの前で止まってしまいました、はい、本当にもう一転がり、半分でも転がれば入ったところなんですが、ちょっとコースが違ったんですよね。あ、なるほど、クッションに当たってしまいました、はい、これはしかしレイエスにとりましてはいいボールが残っているように思いますね。これはいいボールですね、1番黄色、
2番の紺色、続いて3番の赤、4番ボールはどこに入れますかね。4番はまっすぐ当てて入れて、あ、これが4番ですか、はい、オレンジの5番ですね。問題は5番ですね、でここへ来てですね、どうですか、弾んだ、最高です。こういうふうに弾めばこちらの左側のクッションにくっついてしまうのかと思ったんですが、ちょっと弾んで、計算通り手玉が生きているように、動きますね。違いないですね。そうですか、はい、一旦取り始めると、はい、ほとんどミスなく全部9番まで行ってしまいますね、はい、うまくボールが散らばったわけですね、6番行って今度7番、これも難なく入って、続いて8番、そして9番と、これはもう簡単に入って4対4の同点になりました。レイエスは初日望月選手を9対4、まあ、最初は11点じゃありませんで9点先取した方が勝ちだったんですが、続いて松岡を9対3、アメリカのマイク大和を9対5と破って、そして決勝ラウンド日本の檜山を11対1、戸田隆選手を11対3、片岡選手を11対9と破っております。7番が入ったんですね。そうですね、7ボールが入ってますね、はい、7ボールが入りましてそのままつきます。セーフティーですね。1番を隠します。ちょっと強いのかな、どうですか、ちょっと打ちにくいんじゃないですか、つきにくいんじゃないですか。一応直接は見えてませんけど、はい、手玉をクッションに当てて、1番の近くのクッションに当ててから入れに行くと思いますよ。ああ、そうですか、今見てますね、これはセーフティーとしてはちょっと甘かったですね。そうですか、はい、本当微妙な力の入れ加減でですね、いいセーフティーになったり、いいショットになったり、悪いショットになったりするんですね、このスピードコントロールも難しいですね、もうゴルフのパットのようなもんですね。そうですね、また打者そのものが緑ですしね。このセーフティーはどうでしょうか。今のはミスです、ファールですね。ファールですか、当たんなかったんですか、あの狙ったボール、ちょっとカスッという当たり方を手玉にしちゃって、そうするとこれフリーボールですから、奥村選手これほどのトッププロでもこういうミスがあるわけですね、レイエス選手は1990年の全日本選手権でも優勝しているわけで、あの時はどうですか、今日の奥村選手が相手だったんでしょうかね。1990年、はい、その時は R ストリックランド選手が、ストリックランドですか、はい、先ほど準決勝で戦いました。そうですか、日本の選手権試合でもなんか決勝で奥村選手とレイエス選手ぶつかっ
って負けたことがあるってこういうふうに言ってましたですが、あれは何でしょうか。全日本プロ選手権ですが、はあ、今から約15年ぐらい前ですね。ああ、そうですか。レイエスが初めて日本に来て、はい、奥村選手と決勝戦で対戦して、それが2人の初めての顔合わせだったと思います。そうですか。十何年前ですかね。宿命のこれライバル、宿命のライバルと言ってもいいと思いますね、はい、うまく戻しまして6番も入れまして、8番9番が残っております。今の球なんかがね、はい、非常にいいですね。はい、これも簡単に7回連続してつきまして、5対4とレイエス選手がリードしております。これ鎌田さん、この、うん、ナインボールビリヤードに大切なことっていうのはですね、技術と、はい、それから精神力でしょうかね、はい、そうですね、メンタルスポーツということが言えると思います、はいはい、そのメンタルなスポーツ、今日なんかこのファイナルラウンド、これ4試合目で、なかなかこれ精神の集中力持続するのは難しいと思いますが、よくやってますね、この緊張感とリラックスのその割合っていうんですかね、はい、適度に緊張感があった方がいいし、うん、ある程度リラックスした方がいいしということで、そのボルテージをどの辺に、そういう気持ちの作り方も大きな要素ですね、はい、1番がまず入って続いて2番、あっさりそうですよ。これはこれはあっさりいきますか。あっさりいきそうです、ね、そうですか、その6対4になりますか。顔してますか、締めたっていうような余裕の表情ですかね。3番が入り、この4番も入り、続いてオレンジの5番、うまく散らばってますね、ボールが。そうですね、手玉も伸び伸び動かしてますね、はい、ちょっと大丈夫かな、少し弱かったですけど。そうですか、問題はありません、問題ありませんか、はい、続いて6番、緑、これも入って7番の今度は小豆色を狙うわけです、ぴったりですね。うまくコントロールしてますね、手玉がきちんと思った通りのところに、思った通りに行ってますね、テーブルコンディションがつかめてますね、このテーブルコンディションというのはですね、鎌田さん、それぞれみんな特徴があるんでしょうかね。そうですね、みんなこのイーブンであるはずなんですけども、必ずしもそうではないんですかね。まあ、この同じ種類のテーブルを今回全部使ってますので、はい、もうこれはちょっと嫌なところに来ましたね。嫌なところですか。クッションの近くに止まってしまいましたんで、うんうんうん、でも彼は入れるでしょう。はい、はい、入りました。6対4とレイエスがリードしております。今のナインボールなんかかなりいやらしい位置なんですけど、簡単に入れますね。11点取った方が勝ちです。予選は9点だったんですが、ファイナルラウンドになりますと11点です。つかせてもらえなくなってきました ね、そうですね、だいぶ調子が出てきましたね、レイエス。5ボールインですね、はい、3つ入りましたね。2つですか。2つですね、はい、2つ入りましたね。2ボールと5ボール、2番5番が入っております。
これも来そうですね。そうですか、ええ、7対4になりそうですか。なりそうです。ああ、うん、おっ、うっ、これ入った入った。あ、今はどうなんですか、この今のは、ね、コーナーに入れようとしたんですか、ええ、怪我の巧妙ですか。そうです、今のは狙いじゃないんですけどね。そうですか、コーナー狙ってサイドに入りましたね、ええ、あ、この辺りもついてますね。ついてますね。3番から4番へ、柔らかい突き方ですね、これがレイエス選手独特の突き方なんですね。そうです、6番ですね、6番ですね。これこれも入りました。7番がコーナーギリギリのところにあるわけですね、これは穴前の球ですから、はい、一番にうまく逆ひねりという感じですね。クラマはちょっと変わった動きでしたと思いますけど、うん、8番入って残るは一つ。簡単に決めました。7対4、ちょっと開かれましたね。そうですね、今1番がフロックで入ってしまったのがちょっとこのゲームにとっては中盤の大きなターニングポイントになったかもしれません。そうですね、コーナー狙ってそれが入らず跳ね返ってサイドに入ったというポケットでした、ああいうことは滅多にないんですけど、ね、あ、そうですか、それがこの大事な決勝戦で出てくるっていうのが面白いですね。128人の選手が参加しました東京オープンワールドナインボールトーナメント最終日です。浜離宮のすぐ南、竹芝桟橋、日の出桟橋がすぐそばというこのニューピアホール、残っているのはこの2人だけです。ワンボールが入りましたね。あとどうでしょうか、適度にこう散らばっているような感じがしますが、はい、最初のツーボールの位置なんですが、はい、これはこう見えるわけですね、ボールは。次出してきましたね。出ました。3番にポジション取れましたね。はい。随分先々を読むもんなんですね。5番のオレンジ、少し5番から6番への出しが、はいはい、ちょっと難しいかもしれないですね。そうですか、5番を入れることはこれ簡単でしょう ね、5番を入れると手玉が6番から離れるような方向にしか弾かれませんので、はい、お、すごいことしました。あ、回りましたね。ナイスショットですね。お客さん大喜びですね。そうですね、いかにもこの世界のトッププロっていう感じです ね。6番入る。しかし本当にこの手玉がぐーっと曲がりましたもん ね。強烈なスピンでカーブするようにして引き玉がかかってものすごい急切れでしたね。
これもそのまま行きますね、はい、もう完全にレイエスのペースになってきましたね。そうですね、8対4です。8ゲーム目からずっと相手に渡しませんね、ランナーアウトっていう、ブレイク&ランナーアウト、ブレイク&ランナーアウトっていう言葉ですか、はい、8対4です。レイエスがリード、こう乗ってきますとこのブレイクショットもいい位置に行くんじゃないかと思いますが、入ってないですね。入りませんかこれは、はい、いやー久々に今度奥村選手登場ですね、はい、そしてこの球の位置どうでしょうか。1番が見えてるかどうか、1番黄色見えますかね、1番この手前ですね、はい、これが見えてる。1番と9番とこう見ますと似てるんですが、9番はこの帯がある、はい、白い帯があるのが9番です。黄色一色が1番です。奥村武選手、若く見えますけれども39歳、全日本選手権4連覇をはじめ数々の国内トーナメントを優勝しております。まあ、日本を代表する有名プレーヤーと言っていいでしょうね、はいはい、昨年の世界テンボール選手権というので3位に入っていますね、はい、あ、入りません、せっかく巡ってきたチャンスだったんですが入りません。そしてレイエスへの球の位置はどうでしょう。これは別にセーフティーしたわけじゃなくて入れようとして入らなかったんですが、これはもう今のはセーフティーを狙ったのか。そうですか、セーフティーが逆にミスだったのかもしれない。あ、そうですか、1番入りですね。で2番これはもうそのまま2番から3番の手玉のコントロールが面白いと思いますよ、はい、そうですか。これ2番が入って3番はどういくかというところですが、3番の赤、ね、これはうまくこれ、入りそうですね、はい、おいおい、あ、入りました。危ないところびっくりしました、ね、ああいうことが時々あるんですよね。ピタッと止まってしまったりね、4番も入りました。5番のオレンジ、これも問題ないでしょう。問題ないですね、ねえ、できるだけ緑色に近づけたい、6番に近づけたいところ、ええ、これも割合に簡単にいきそうです。必ずまっすぐにしないですね、ああ少し角度をつけて残して、はい、手玉が次の球に動かしやすいようにこれはぐるりと回すと思いますよ。手玉、ああ回しました、はい、これも逆にまっすぐになるとまずいんですよ、はい、ああそうですか、一直線になってはいけないんですか。一直線になると8番は入れやすいんですけど、はい、手玉を9番に対して動かしにくくなるんですよ、はあはあ、綺麗なひねりが入ってましたね、はい、この位置はいいですね、はい、きれいに決めまして9対4。いやレイエスがどん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 点数を加えまして、奥村選手は4点だけ、8ゲーム9、10、11、12、13ゲームとずっとレイエス選手が取っておりまして、そうですね、9対4です。レイエスノーミスですね、ずっとブレイクで入らなかっただけですね、1回先ほど、11点取れば勝ちです。このまま奥村選手何もさせてもらえないまま終わってしまう可能性もありますね。そうですか、それはちょっと残念なことですね、ワンボールが入りそう、止まりましたね、止まりました、はい、さて奥村選手は一番見えてるかな、
プレーをさせてくれませんので、このチャンスは生かしたいところです。はい、うん、5点差があります。9対4レイエスリード。何回も対戦した経験のある奥村選手とレイエス選手です。2つ星をリードされていると奥村選手が言っております。やはり一番は見えてなかったんですね。あ、そうですか。ええ、あ、からクッションからセーフティーでだいたいいいところで残りました。はい、レイエスもセーフティーで返してきますね。返してきましたね。はい、これはちょっとこれ見えてますね。あ、見えてますか。あの赤い球の横に見えてますか。はい、はい、これは、うん、一番を入れに行くか、はい、それとももう一回セーフティーでしのぐか。はい、してますね。そうですか。はい、顔でわかりますか。入りませんね。暑かったですね。あれは何ですか。何番が入ったんですか。今他の球が入りましたね。8番ですかね。フロックですけども、はい、これも有効です。はい、ツーボールです。ツーボールでした。失礼しました。2番が入りました。ラッキーですね。はい、さあこのラッキーを生かしたいところですね。はい、改めて1番これも決めて2番はすでに入っておりますから3番の赤い球を狙います。これは問題なく入れそうな位置だと思います。今度は4番目紫。今度は5番のオレンジ。なんかいい位置にいるように思いますが、ね、うまくポジションを取っていってますね。はい、6番の緑色。次の球を考えて手玉をコントロールしています。はい、久々に点が入りそうですかね。ちょっと開かれております。現在9対4リードされている奥村。いいですね。はい、少し弱かったですね。でもそうですか。はい、大丈夫でしょう。もうちょっと弾ませた方が良かったでしょうかね。もう少し近づけたかった球ですけども、はい、結構こういう球は嫌なもんなんですけどね。そうですか。7番も入った。押し玉で手玉を一旦前へ出して、はい、ちょっとやってきて9番出すか。ぴったりです。はい、これは当たりそうです。素晴らしい角度ですね。はい、思った通りのところに手玉をコントロールしまして、これで9対5久々の得点になりました。やはりちゃんと回ってくるときちんと取り切りますね、両者とも。そうですね。この試合の前におっしゃったことなんですけども、鎌田さんが、非常にこうなんていうんですか、はい、両者の特徴ですね、レイエス選手は非常にこうナチュラルな、自然な、それから
奥村選手の方はなんて言いますか、理知的と言いますか、計算してその通りいくと言いますか、そういう形のちょっと両者の特徴があるんですね。随分違いますが、あとリズムも違いますね、はあ、レイエスの方は速いリズムで、ポンポンポンといくんですけども、そうですよね、あのさっきあの準決勝で負けてしまったアメリカのストリックランドのなんかもですね、割合速いんですよね。ああ、彼は非常に速いですね、世界でも一番速いぐらい速いですね。ああ、そうですか、もう本人はもう優勝するつもりで乗り込んできたんですが、ストリックランド準決勝で負けてしまいました。その相手がレイエスです。11対8でした。この奥村選手で競技歴は何年ぐらいになりますか、熊田さん。そうですね、もう22、3年でしょう。ああ、そうですか、10代からそうすると取り組んでたわけですね、やはり経験がものを言うんでしょうね。そうですね、エフレン選手の場合ですと4つ5つからやってると思いますね、はい、ああ、そうですか、シュートアウトですね、はい、これは手玉をつけばいいわけです、はいはい、これがシュートアウト。これ宣言をするんですか、シュートアウトするっていうことは言わなくていいんですか、はい、いえ、宣言します、はい、これでもしまた取りにくかったらパスということもできるわけですね。そうです。あ、パスですか。パスしました。パスしました。したがってそのまた自分につく権利が来ることを予測してまたシュートアウトしなきゃいけないわけですね。そうですね、ここじゃもうパスはできないわけですから、見えてませんから、はい、クッションに当てて、オンナイスじゃないですか、これも入れば、うわ惜しい、入れば大ファインプレーだったんですがね、惜しいことしました。わざと一番を見えない位置に残しておいて、はい、相手がパスした場合は自信があったんでしょうね。これをクッションで入れるっていうのは神業みたいな技です、はい、ちょっと乱暴な入り方しましたけども、これで2番にポジションできましたから、はい、あとは自分の思うようにコントロールしながら、この配置ですとくるくるに取り切ってしまう、取り切ってしまいますか、はい、よほどのミスがない限りと言いますが、レイエスは今日はミスはありませんものね。ありませんね、3番の赤で戻して、4番の紫、ちょっとくっつきすぎましたか、5番のオレンジに対しまして。いいですか、大丈夫です。リズムがいいですね、6番の緑、7番の小豆色も入れまして、問題なく入れました。10対5です、ちょっと5点差というのは、しかもこの10点入りますとまた、あの先ほどの1番が入ってるか、はい、そこでカタカタっと止まってしまうかで、もうホットのコーナーのすぐそばまで行ったんですけど ね、入ったも同然、入ったことにしてあげてほしいですねなそうはいかないんで、10対5のままです。さて、
これは入りませんか。ええ、入ってないです、はい、入ってませんね。さあ奥村選手に権利が渡されました。これは1番は見えてますけども、はい、入れることはできませんね。そうですか、はい、でも本人は入れようと思うんでしょうかね。無理でしょうかね。ここはセーフティーで一旦しのぐでしょうね、うん、どんなセーフティーにしますでしょうか。そうですね、おそらく手玉を、あの1番に当てた後右の方へスッと逃がして、はい、その辺に止めておくというようなことをするんじゃないかと思いますけど、はい、ああ入れに行きましたね。入れに行きました、ええ、ああもう攻めちゃいましたね、攻めますが、ああおっと危ない。これたまたまちょっと難しいじゃありませんか、たまたま隠れてます、ええ、これ偶然ですか。これは偶然です。うわ、何番が入ったんですかね。8番ですね。8番ですよ。8番で黒が入りました、ね、手玉が1番に当たった後、はい、手玉がもう一度7番に当たって、はい、今度はその7番が8番に当たって8番が入ったと。あ、押し出したわけです ね、これ狙ってやったみたいですね。今あすごいことします。ダンクショット、ダンクショット、ダンクショット、一緒に当てて、そしてサイドに入りました。あ、これでもうこのまま行きますか。行きますね。あ、そうですか。3番の赤、おっ、おっ、おお、これはミス。珍しいですね。今のはイージーミスですね、あのまま順調に取り切っていけば、はい、レイエスの勝ちだったんですけど、そうですね、ちょっと油断はなかったと思いますけども、ミスがありまして、はい、これはどうでしょうか。奥村選手にとって見えてますか。3番は、3番はどうかな。あ、なるほど、バンクショットでコーナーに入れる分ぐらい見えてるのか、はい、あ、手玉で、バンクショットでコーナー行きましたけど外れましたね。しましたね、はい、またチャンスはレイエス、はい、調子をつかみきれないまま、はい、という感じですね、また勝利の女神はレイエスの方に微笑んでるようですね、勝利が近づいてきまして、これも入るでしょう。そしていよいよゲームボールです。これが入りますと勝利決定です。決まりました。11対5です。歴代レイエス選手が奥村武選手を破りました。東京オープンワールドナインボールトーナメントの優勝者です。レイエス。